東京理科大学は1881年の創立以来、理学の普及をもって国運発展の基礎とするを建学の精神に掲げ、日本の教育研究に貢献してきました。近年産学連携が重要になる中、本学は研究力のさらなる向上とオープンイノベーション推進のために研究戦略産学連携センターを設置し、研究活動に対する支援と産学連携活動による研究成果の社会還元を推進しています。本センターは4つの部門で構成され、専門性の高い URA ユニバーシティリサーチアドミニストレーターを配置し、共同研究からベンチャー設立まで幅広く活動しています。 URA とは国内外の共同研究や技術相談などを支援しプロデュースする産学連携の窓口です。企業からの相談に応じて、専門 URA は内容を把握し、その分野に最も適した研究室へと橋渡しします。そして各 URA が本学研究ニーズとのマッチングを図ることで、付加価値を高め、より企業ニーズに合った共同研究へ進めることができます。また研究成果を知財化することにより、企業の競争力強化を支援します。さらに知財を活用した大学発ベンチャー企業の設立へとつなげ、技術の社会還元に貢献します。東京理科大学は従来からの強みである環境、エネルギー、ものづくり、計測技術に加えて、創薬、農業、IoT の分野でも先進的な研究に取り組んでいきます。研究戦略産学連携センターは、各分野の専門 URA を配置し、産学連携に貢献します。東京理科大学は理科大ならではの幅広い研究を世界レベルで展開し、日本の理科大から世界の理科大へと発展することを目指し続けます。